ピカルディ・スパニエルピカルディ・スパニエルとは、フランス原産のスパニエル犬種である。犬種名は、ピカルディ・スパニエルと表記されることもある。なお、名前の似通ったブルーピカルディ・スパニエルはこれをもとに、作出された別犬種である。老いたちについてはあまりはっきりわかっていないが、同国原産のフレンチ・スパニエルは、これの兄弟種にあたる。14世紀頃に誕生した犬種で、 古いセッター犬種の子孫であると言われている。また、フランス産のスパニエル犬種とイギリス産の古代、セッター犬種の血を引いているという説もある。主に調料犬として多目的に使われていた。カモやヤマシギなどを探してセッティング、もしくはポインティングを行い主人に獲物のありかを教え、自らフラッシングを行って鳥を茂みから飛び立たせ、猟銃で撃ち落とされた。 それを回収するといった万能な活躍ぶりを見せていた。多彩な能力を持っていたが、19世紀頃に医師交配が無計画に行われるようになってしまうと、根欠がどんどん進み、純血の犬の数が減って、絶滅寸前になってしまった。熱心な愛好家の手により根欠を食い止め純血種の保護を促進し、なんとか、 種として生き残ることはできたものの、未だにその頭数は少なく、貴重な犬種であることに変わりはない。それでも、年々少しずつ頭数を増加させ、不死には1964年の10月に公認犬種として登録された。原産国以外ではあまり知られていない犬種ではあるが、近年世界中で盛んに起こっている、土着の希少犬種に目を向けて、 保護と知名度向上を促進する活動により注目されている。多くは消毒として飼育されていて、ペットや事業犬として飼育されているものはあまり多くない。ピカルディ・スパニエルの原産地フランスでの飼育状況は日本でいうと四国圏や奇襲圏と同じような状況下にあり、国内では知られているが、飼育等数は少ないのが現状である。大まかな用紙は、 スパニエル要素2、セッター要素1、といったところである。マズルは太く短めで、ややがっしりとした体格を持つ。耳は垂れ耳、尾は垂れ尾で、耳と尾には飾り毛がある。目は小さくないが、アーモンド型。足は長い。コートはウェーブがかった短めのロングコートで、毛色はブラウンとホワイトが入り混じったブラウンティッキングという変わった色落ちとし、その上に、 ブラウンのブッチが入り、足先などには単のマーキングが入ったもの。ちなみに、近年この実量タイプのものと商用のものの用紙の違いが顕著になりつつある。小タイプのものは体格がスラリとする傾向が強くなってきていて、この改良を続けるか続けないか論争の的となっている。体高56から61センチメートル、体重19.5から20.5キログラムの 大型犬で性格は陽気で優しく友好的である。子供や他の犬に対してもとても友好的で番犬としては使えないこともあるほど人懐こい。しつけもよく入り状況判断力も優れている。運動量は普通で家庭犬として飼育するのにも向いている。ありがとうございます。